モーリス・ジェルモーは、フランスアリエ県ビシー出身の男子テニス選手。例名期の全仏選手権や近代オリンピックで活躍し、とりわけ同じ年のマックス・レキュジストのダブルスで顕著な成績を残した。全仏選手権では、男子シングルス3勝、男子ダブルス11勝を挙げ、オリンピックでも1906年のアテネ中間五輪と1912年のストックホルム五輪で、 男子ダブルスの金メダルを獲得した選手である。モーリス・ジェルモート・マックス・デキュジスのペアは1904年の全仏選手権で男子ダブルス初優勝を飾った。デキュジスは1902年1903年の男子ダブルスでは J ・ワースと組んで優勝していたが、ジェルモートのコンビで抜群の強さを発揮し始める。 ジェルモーは1906年から1914年まで全仏選手権の男子ダブルスに9連覇を達成したが1910年だけはパートナーはデキュジスではなくマルセル・デュポンであった。最初期の全仏選手権は出場資格がフランス人選手のみに限定され選手のフルネームや準優勝者試合結果に正確な記録が残っていないものが多い。 ダブルスの場合は、当時の大会記録は優勝ペアしか残されていない。男子シングルスでは、ジェルモーは1905年、1906年、1910年に3勝を挙げたが、準優勝が1908年、1909年、1911年の3度、あった。ジェルモーが男子ダブルス金メダルを獲得したオリンピックは、 1906年のアテネ中間五輪と1912年のストックホルム五輪である。中間五輪では、ジェルモーは男子ダブルスでデキュジスとペアを組んで優勝し、男子シングルスは決勝でデキュジスに1から6、9から7、6から4、1から6で敗れて銀メダルになった。この中間五輪は現在はオリンピックの公式記録に数えられない。 続く1908年ロンドン五輪と1912年、ストックホルム五輪では、テニス競技は、通常の屋外競技に加えて、室内競技の2種類が実施された。ジェルモーは1908年ロンドン五輪では、屋外競技で、女子ア・リッチーとの準々決勝を途中棄権している。4年後の1912年、ジェルモーは、男子ダブルスで、アンドレ・ゴベールとペアを組み、 室内競技部門の金メダルを獲得した。ジェルモート、ゴベールは、決勝で、地元スウェーデンのカール・ケンペア&、グンナーセッターをール組に4から6、14から12、6から2、6から4で競り勝った。この変則的な方式の大会では、屋外競技は、男子シングルス67名、男子ダブルス31組で優勝を争ったのに、対して、室内競技は、 男子シングルス25名、男子ダブルス11組の戦いであった。テニスの室内競技は、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。1914年に第一次世界大戦が勃発し、各種のスポーツ競技大会も、戦争のため開催が中断された。1918年11月の終戦後、全仏選手権の再開は1920年まで。 かかった。終戦後に再開した最初の大会でジェルモーはデキュジスとのペアで復活優勝を飾り、これでジェルモーの男子ダブルス優勝は11勝になった。デキュジスジェルモーの組は1904年から1920年までの16年間に10勝をマークしたことになる。ジェルモーの他の成績は1914年のウィンブルドン選手権で 男子シングルスのベスト8進出があった。フランスのテニス界の霊明期を築いた、モーリス・ジェルモーは、1958年8月6日に、故郷のビシーにて75歳で逝去した。ありがとうございます。